熊の出没が相次ぐ住宅街ですが、今日も朝早くから市の職員による警戒が続いています。砂川市内の住宅街では昨日までの7日間連続で熊の目撃が相次ぎ、その件数はすでに17件に。まあ、3通りだなっていうか、熊自体はおそらく安全だという意識でここにもいる、居ついてるっていう状況だと思うんですよ。熊が目撃された場所の近くにある小学校では、保護者が子どもを送り届けるなど、不安な日々が続いています。小さい子どももたくさんいるので、ちょっと怖いですね。駆除できないんであれば、やっぱり何らかの対策は取っていただきたいなとは思ってます。一方、上川の当麻町ではおととい、2匹の豚がヒグマに殺される被害がありましたが、その日の夕方に猟友会が1頭のヒグマを駆除しました。当麻町によりますと、体、大きさなどから豚を襲ったヒグマと見られているということです。